美術館で絵画をきれいな状態で見ることができるのは、修復し作品を守ってきた人がいるからなんです。作品が展示室に並ぶまでの裏側を垣間見せてくれる面白い企画の展覧会に行ってきました。この作品は画面に塗られたワニスが黄色く変化していたのですが、画面を洗浄すると劇的に作品の印象が変わったそうです。他にもくるくると巻かれていた作品を少しずつ平らに戻したり、修復のエピソードを知ることができて、今までとは一味違う観点で作品を楽しむことができました。会場にはずらっと修復で使われる用具がたくさん並べられていて、メスなんかもありましたよ。他にも作品が傷つかないよう維持するために、展示室によく置いてある毛髪式磁気温湿度計や、美術館にどんな虫がいるか調査するトラップなんかも展示されていました。普段さまざまな美術館の展覧会に足を運びますが、作品をきれいな状態で見ることができるのは、修復し作品を守ろうとしている人たちがいるからなんだなと改めて思いました。手当て、守り、残すは神奈川県立近代美術館鎌倉別館で7月28日まで、鎌倉駅から歩いて行けました。ぜひ行ってみてね。